藤隆さんに歌っていただきましょう。杉良太郎さんの曲の中から北からの手紙。ながらも言い出せず、疲れながらも気がつかず、別れて一年経ったのか。水色の封筒のお前の名前は一人か。会いに行きたい、飛んで行きたいよ。あのふるさと、坂のある町。幸せ壊すまい、俺が耐えたらいいんだと諦めかけてた男を、人生を広げれば愛していますと書いてある。お前迎えに飛んで行きたいよ。北のふるさと、寂れた後は暮らしは辛かろう、いっそ田舎で生きようか、どこでもいいのさ二人なら。この後の人生をお任せしますという手紙。会いに行きたい、抱いてやりたいよ。北のふるさと、海峡を越えて。